こんにちは。投資案件が来て、その案件が儲かるのか儲かんないのか、詐欺なのかちゃんとしたものなのか、お悩みのあなたにお送りします。それは詐欺です。間違いなく詐欺です。あなたを引っ掛けるための商品が目の前に今あります。で、なぜねこういうことを言うかって言いますと、その投資の商品、バイナリーでも何でもいいんですけども、進めてくる人ってのは、例えばね、損害を与えようと思って進めないはずなんですよ。っていうことは、ちゃんと投資のスキルがある人にしかその案件行かないんですよね。で、この人投資のスキルなさそうだなと、お金あんまりなさそうだな、じゃあ一口10万20万みたいなのをポンと投げて、で自分が儲かってやろう、結果は投資なんでリスクがありますよって言い逃れられるよねっていう形になるんですよ。で、もっと言いましょうか、私のところにはもう詐欺の案件来ないんですよ。もうすでに何年も前から。なぜかというと、私はこうやってね、動画で発信するし、高いスキルでその投資を見分けるからなんですよ。で、実際に自分でやるからなんですよ。だから詐欺の案件は来ないです。そして私はリスクヘッジをかなりしてますし、投資をやるときには必ず余剰資金なんですよね。だから余剰資金でやるからダメージも受けないですし、もうリスクをちゃんと承知でロジカルに分析してやるんですよ。で、なんでね、私がね、投資がきちんとできるかと言いますと、まあ、まだねできてないものもありますけども、吉田さんと同じなんですよ。まず私、麻雀店やってる時は種銭っていうかね、1000円のライブ放送の参加費ですらきつかったんですよ。その時に投資やりませんよね。で、投資の見極め目なんてないんですよ。だから自分の時に、自分のところに投資の案件が来ても誰かに聞くしかないんです。これ大丈夫ですかって。そんなね、案件一つがいいか悪いか分かんない人が投資でうまくいきますかって感じなんですよ。だからそういう人のところには見る目がない人が買いそうな投資の案件しか来ないんですよ。要するに詐欺商品です。だから今ね、これ大丈夫かなと思ったあなた、心配しなくていいです。隅から隅まであなたのところに行くのは詐欺商品です。インチキ商品です。で、真面目な商品が来たとしても、今度はあなたが扱えないので、全損します。もうこれ簡単なんですよ。だからね、この相談をしてくる人には、一つのものすごくね、大きな勘違いがあるんですよ。もう甘い考えですよね。一言で言ったら。よく考えてみてくださいよ。私はかなりビジネスの能力があると思いますし、投資も今うまくいってます。で、その前にアフィリエイトでやっぱり毎月毎月200万とか300万積み上げたりとかね、こう一つ一つ攻略してきたんですよ。一つ一つです。で、私が投資の世界に入った時っていうのは、もうね、アフィリエイトを捨てたんですよ。アフィリエイトの管理維持しながら投資の勉強はできないと。そのぐらい私は腹をくくって投資の世界に入っていったんですよ。しかも投資をやりながら、ちゃんと利益が生まれるような形を作ってやっと投資に入れたんですよ。だからね、投資活動をしながら日々の労働をしたりとか、なんかビジネスをしたりっていうのは相当センスがないと無理ってことです、これが。で、ましてやね、バイナリーオプションの案件が来た時にこれ大丈夫かなどうかなっていうふうに見極めることすらできない人が投資で勝てないですよ。だから心配しなくていいです。もうそういうのはね、無視してコツコツと情報発信するなり、勉強してビジネスの脳を作るなりね、人脈を広げて商品が売れるような媒体を作るなりしてください。もうそっからです。で、ちょっとね、話をまとめますと、こういう順番があるんですよ。金持ち父さん貧乏父さんの中で一つだけ私はすごくいい公式があるなと思ったのが、この4つの稼ぎ方なんですよね。まず一つは、労働者っていうのが誰からでもスタートするんですよ。誰でも労働者からスタートします。で、労働しながら、さすがに体力もきつくなってくるし、時間的な自由が勝ち取れないんで、余剰資金を少しね、労働の中から毎月20万稼いでいたら、そのうちからね、5000とか1万円を捻出していって、そのお金を種銭とした副業をやるんですよ。月に2万とか3万を狙うようなコツコツとした副業ですよ。転売でもアフィリエイトでもそれはいいと思いますけども。そうすると、労働しながら週に1回週末企業で毎月1万とか2万稼げるような小さな、ね、ビジネスが成功していくんですよ。で、成功するまでやるんですよ。そうすると、その小さなビジネスがうまくいったというビジネスモデルを販売するという、今度はビッグビジネスに変えていけるんですよ。で、そこで外注化をかけたりする費用もできるでしょうし、外注するためのその外注さんっていうのも自分のお客さんのから選べていけるところもあるんですよね。そういうふうにしてビッグビジネスに進んでいきます。ここまでいいですかね。まずはエンプロイメントがあって、スモールビジネスがあって、ビッグビジネスがあると。で、ここまで積み上げてきたら、ビッグビジネスで作り上げた余剰資金を投資に少しずつ回す余力が初めて出てくるんですよ。これが余剰資金です。で、余剰資金っていうのは何かっていうと、10秒後になくなってもいいお金のことなんですよ。だからバイナリーでどうしてもやりたいんだったら、10秒後になくなるのを前提で放り込むような金額を入れていってください。だったら楽しくできると思うんですよ。でもね、かして仮にでもですね、そのバイナリーオプションで自分の生活を全部解決するためのお金を得ようと思うんだったら、相当センスがないですよ。全然ダメです、そんなんじゃ。そういうことじゃないんですよ。
これ私の例をね出して適当かどうか分かりませんけども、私はね2017年から FX を始めたんですよ。それまで私は分かっていたんですけども、投資が最高と分かっていたんですけども、吉田さんと同じで自分に力量がないからできないと思ってたんですよ。できないと思ってたんで、ビジネスを早くマスターして、ビジネスを早く卒業して、そこで得た余剰資金で FX の勉強をするっていう段取りを組んで、2017年、今からね3年前にやっとですよ、やっと FX の世界に入って、 FX に没頭しても自分の生活費とかね、それから自動的に回るアフィリエイトの仕組みとか、それ速稼塾の運営ってものがある程度こう自分の毎日の労力最小限にして回るようになったんで、やっと FX の勉強をむちゃくちゃできるようになったんですよ。それを3年間やって FX が勝てるようになったわけなんですよ。でこれをね全部すっ飛ばして、あバイナリーではこれでも儲かんのかなっていう風な短絡的な思考がある人はどん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 かまられていきます。まさにそういう人を狙って情報商材の悪い意味のね情報商材っていうのはできてるんですよ。全然この情報商材の中身が見抜けない人に対して売るっていう行為をするんですよね。だから売るまでのセールスってむちゃくちゃ一生懸命なんですけども、教材を買ったらもうねヘトヘトに疲れて購入者ってやらないんですよ。えいっぱいやらないといけないの、一生懸命やらないといけないのと。で期待値がこのぐらい高まってるんで、もうね自分がお金持ちになるつもりで、すごくこの商品が手に入ったら絶対に儲かるんだと思ってドーンと渡されたら、コンテンツがむちゃくちゃ多くって勉強することむちゃくちゃ多いのに、もうね嫌になっちゃうんですよ。だからそういうふうなね楽をして稼ごうっていうところからスタートすればうまくいかないですよね。でもある程度自分のスキルがないうちは自分のスキルを積んでいかないといけないんだなと、そのためには3年間千里の道も一歩でやるんだっていうふうな腹が決まる、いわゆるマインドセットができてれば、いきなり稼げなくても焦らないんですよ。でも多くの方、まあ、今回はねあなたですよね、どうなったか分かりませんけど、バイナリーオプションの教材を買うなりなんなり買ったらすぐ儲かると思ってるでしょ。だからそんな思考じゃ儲かんないですよ。あのはばかりながら何度も言いますけども、私ですらそういうことはできないんですよ。私ですらね、凡事徹底の神のようなね鬼のような私でもできない。吉谷さんも同じですよ。吉谷さんもじゃあ投資の世界にボンって入ってるかって言ったら入ってないんですよ。私の自慢の例のやつだってこれほどまで付き合いがあってもやってないんですよ。ということは自分のね余剰資金ができてないという認識がちゃんとできていて、自分の余剰資金がしっかりできるのは40歳ぐらいだっていうふうにフォーカスしてるんですよね。で吉谷さん、そういう吉谷さんに相談する内容としてはものすごく的がずれてますよ。だって吉谷さんね、バイナリーオプションの教材もちゃんと出してるわけですよ。でもバイナリーオプションの教材に依存してないわけなんですよ。でバイナリーオプションの教材を売るっていうセールスビジネスをすることには一生懸命ですけども、じゃあバイナリーオプションの教材を自分で使ってやったー儲かった万歳ってなってないでしょ。そういう人にバイナリーオプションの教材大丈夫ですかって相談するってのは相当的がずれてますよね。だから稼げないです。あなたは稼げないです。もう全然センスがない。商品を選ぶセンスがないんですよ。で、すごくね、まあ、申し訳ないこと言ったんですけども、これはね、損害を出してほしくないからあえて厳しく言います。ここまで言って、そのバイナリーオプションのビジネスかなんか分かんないですけど、それに参加するんだったら、もうかもられる覚悟で言ってください。で、その時はもうね、吉田さんのところに泣き言言わなくてもいいです。結果が見えてるんで、そういうもんではないですから。で、もう一つ仕組み的なことを言うと、バイナリーオプションっていうのはおそらく、廃炉のオーストラリア使うと思うんですけども、出金制限があります。大体20万ぐらいしか出せません。ですので、買っても20万しか出せないんで、まあ生活が楽になることはないです。安心してください。それから、廃炉オーストラリアはいろいろとね、今にも立件されるんではないかっていう話にもなってますんで、国際法違反とかにも関わってくる可能性があるらしいです。私は弁護士、国際弁護士じゃないんではっきりとしては言えませんけども、そういうリスクがあると分かっているのにそこと取引する気持ちにはなんないかなってことですね。それから最大のデメリットなんですけども、そのバイナリーオプションって控除が高すぎるんですよ。だって例えば10万円入れて勝ったら10万円勝てるんですけども、2割ぐらい、もう1割5分か 15% ぐらい取られちゃうんですよね。で負けたら全部なくなるわけじゃないですか。で勝てないですよこんなのは。あの控除率って言って、勝った時にあまりにも手数料が高いとね 6% 以上になるともう勝てないです。そんな無茶苦茶だと思いますよ。だからそういうふうなあの手数料の計算もできてないんだったらもう本当にやっちゃダメですよ。だからそれ以外言うことなくって、だからそのねコンテンツ誰が売ってんのとかどういう手法なのかって聞くまでもなくて、そんなアウトですよね全然。本当にねこういう風な相談を未だに耳にするのかと思ったら自分のレベルの低さをね思い知ります。まあ今回吉谷さんを通じてなんですけども、いやそういう相談が来る自分はレベルが低いなと思わないと私はいけないと思ってるんですよ。だから今そういうね妙な相談はないですね。あの YouTube の再生回数を上げるためにどうすればいいんですかとか、ライティングはこれでいいですかみたいなのは来ますよ。だからそういうのはホッとするんですよ。でもこの案件儲かりそうですねみたいなのも
何をやってるんだと思います。そういう人がいるから詐欺商材を一生懸命作ったりとか詐欺商材を一生懸命売ったりする人がなくならないんですよ。だってすごく飯うまですよ。美味しい美味しいですよ。だって自分の市場がいっぱいあるんですから。でも私は吉谷さんみたいなコツコツやりましょうみたいな市場はないんですよ。見てください、この再生回数とチャンネル登録者数のこの貧弱なことだ。こうなるんですよ。だってコツコツやりましょうとか稼ぐの大変ですよみたいな、そんな発信聞きたいですかってことですよ。でもそれが現実です。これね、10年前はネットビジネス楽だったんですよ。インチキみたいな商材でもどん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 売れて、でそれで喜んでた人が多いんですよ。でも今はね、情報がものすごく伝わりやすいんで、ある意味叩き合いなんですよ。あいつの商材うまくいかない、こいつの商材うまくいかないみたいなね。でも私は吉谷さんって商材の力で稼ぎましょうじゃないわけですよ。いや、あなたが毎日コツコツ積み上げていかないと、どんな黄金の商材でもクソになりますみたいなこと言ってるわけじゃないですか。でも本当その通りですからね。なんかのシステム買ってそれで OK みたいな世界はないです。それはないです。もうそういう幻想がある限りはいつまで経っても、あ、確実にあなたは儲かります、送り人ですみたいなメッセージに反応しちゃうんですよ。じゃあそうならないように億万長者合宿の動画を送り続けてるわけですよ、ね、億万長者合宿のこのやり取りをね、2000話3000話1万話やっても、じゃあそこに1億円生まれるかって言ったら、この億万長者動画のねやり取りじゃ1億円生まれないですよ。でも1億円生まれないけども、数千万は生まれますね。1000万以上はもう生まれてます、この億万長者合宿の動画のやり取りで。だそういうところをきちんと見て、あの吉谷さんや久保さんのやり取り、あそこまでやっても再生数とかこのぐらいなんだ、そしてその中で売り上げた金額ってのはそのぐらいなんだっていうふうに捉えていってほしいですよね。本当にバイナリーオプションが儲かるんだったら、私たちが先にやっててバイナリーオプションの情報発信してますよそういうことです。だからバイナリーオプションで儲けてる人はどっかにいるでしょうけども、あなたが儲けることはできません。確実に儲かりません。あなたは詐欺にかかります。さようならってことでございますね。以上です。